サラトガの戦い、サラトガの戦い、サラトガの戦い、A、バトルオブサラトガは、アメリカ独立戦争中の1777年9月から10月にかけて、ニューヨーク州サラトガの近くで、大陸軍とイギリス軍の間に行われた戦いである。サラトガの戦いとは、二つの小戦闘の総称である。すなわち、フリーマン農場の戦い、第一次サラトガの戦いと、ベミス高地の戦い、第二次サラトの戦いである。この戦いの結果は、ジョン・バーゴイン将軍指揮するイギリス軍の降伏につながり、イギリス軍のカナダからの侵攻作戦、サラトガ方面作戦が終わった。バーゴイン将軍のイギリス軍は、正規兵、レッドコート3300名、ブラウンシュバイク公爵領からのドイツ人傭兵、ブルーコート3900名、カナダのオートーハ650名と同盟インディアンで構成れていた。戦いが佳境に入ったことを認識したジョージ・ワシントン将軍は、フィラデルフィアにイギリス軍を釘付けにする一方で、北のサラトガへは援軍を派遣した。まず、最も挑戦的な指揮官、ベネディクト・アーノルド少将とニューイングランド民兵に、影響力の大きいベンジャミン・リンカーン少将を送った。ペンシルベニアの主力部隊からは、ニューヨークにいたパットナムの部隊から750名を割いて、ホレーショ・ゲイツ少将につけて送った。さらに民兵組織の中からも動かせるものを組織して、ゲイツの部下とした。8月も半ばの16日、第11バージニア連隊を率いていた、ダニエル・モーガンとそのライフル狙撃兵400名以上を、狙撃能力を買って送り出した。モーガンのライフル狙撃兵は、バーゴインの部隊の中にあって、それまでにニューヨークの農村地帯を荒らし回っていた、イロコイ族インディアンに対する対抗手段を考えていた。他にも、敵の士官や砲兵を狙って狙撃するように指示していた。戦闘の際、狙撃兵たちは200ヤード以上の距離でも正確に狙い撃ってたが、弾込めに時間がかかり、銃剣を装備していないこともあって、接近戦には弱かった。大陸軍は、狙撃兵の部隊と銃剣付きマスケット銃を持って、彼らを守る訓練をされた部隊を組み合わせるやり方を学していた。バーゴインは、ハドソン川を西に渡って、サラトガに入り、さらに9マイル南下した、スティルウォーターで、ゲイツの指揮する大陸軍に行く手を遮られた。ゲイツの軍は、バーモント、ニューハンプシャー、コネチカット、マサチューセッツ、ニューヨークさらに遠くバージニアの民兵を集めて、膨れ上がり、およそ15000名となっていた。大陸軍は、ベミス高地に陣取っていた。フリーマン農場の戦いは、第一次サラトガの戦いとも呼ばれる。1777年9月19日、イギリス軍は、約7000名であったが、3隊に分かれた。リードセル少将がブラウンシュバイク兵を率いて左翼の川に沿った道を進み、火砲と防御用具及びボートを運んでいた。ジェームズ・イングリス・ハミルトン将軍は中英部隊を率い、ベミス高地攻略に向かった。サイモン・フレーザー将軍は軽装歩兵大隊と敵弾兵大隊で右翼を受け持ち、大陸軍の左翼を突こうとしていた。大陸軍の右翼はハドソン川に面していた。大陸軍は、この戦闘に対し特に組織化も準備もできてはいなかった。ゲイツ将軍は、バーゴインがタイコンデロガ砦を占領した後に、北方方面軍の指揮に就いたばかりであった。バーゴインの前面は、ほとんどが民兵であった。しかも、大陸軍の統制機構が乱れていた。ベネディクト・アーノルドは、名目上左翼の指揮官であったが、ゲイツから攻撃命令は受けておらず、偵察のみが許されていた。イギリス軍はすぐには動こうとしなかった。なぜならば大陸軍の陣配置に関する情報が不足しており、朝霧が視界を遮っていたからである。昼までに霧が晴れ、行動に移った。アーノルドは騎乗して、最左翼まで進みダニエル・モーガン大佐の狙撃兵に、フレーザーの部隊の前進を止めるよう要求した。モーガンとアーノルドは、イギリス軍が林の間を渋滞で進むところを狙い撃やり方を選んだ。アーノルドは偵察のみを命令されてはいたが、それを逆手にとってモーガンとヘンリー・ディアボーンの軽装不評大隊を前に出した。モーガンの狙撃兵がフリーマン農場を見渡すところに来たとき、フレーザー部隊が渋滞で農場を進んでいるのを発見した。最初の銃撃で前にいた士官たちをすべて打ち倒し、それを見たイギリス軍兵士を撤退させた。この状況に、モーガン隊が向こう見ずに前進することになった。ディアボーン隊の重火に支援されたモーガン隊は、フレーザーの軽装不評隊を中英のハミルトン将軍のところまで押し返した。しかし、イギリス軍敵団兵の銃剣による応戦にあって、この猛進撃も崩れ、素早く撤退した。この戦闘パターンが最後まで繰り返されることになった。モーガンは戦場の南側で懸命に事態を再編成していた。モーガンが苦戦していることがわかると、アーノルドはエノック・プアのニューヨーク連隊、ニューハンプシャー連隊及びコネチカット兵に命じて、大陸軍の左翼を守るように展開させた。アーノルドは、エベネザー・ラーニド将軍の4連隊には、モーガン隊を支援させるために、中央へ向かわせた。バーゴインも黙っていないで、フレーザーとハミルトンに農場を使って、部隊を再編成させ、反撃の拠点とさせた。イギリス軍が農場に集まると、プアの連隊が集中砲火を浴びせて、かなりの損傷を負わせ、後退させた。再び、イギリス軍が大陸軍の攻撃を跳ね返した。アーノルド自身は5個連隊を率いて、敵の中英を突いたが、フレーザーの右翼をバーゴインたちの部隊から引き離すことには失敗した。アーノルドは馬で作戦本部に3度戻り、ゲイツに攻撃の許可とイギリス軍を破るに足る軍勢を要求した。ゲイツの唯一の反応は、アレクサンダー・スカメルの第3ニューハンプシャー連隊を本部の神に就かせることと、アーノルドを戦闘の場から外す命令を下したことだった。戦闘の最後の一撃はイギリス軍によるものだった。バーゴインはリードセルに命じて軽装衛兵をつけてフリーマン農場に渋滞前進させた。リードセルは自隊のブラウンシュバイク兵を率い、砲兵の支援も得て大陸軍が進行不可能と見ていた谷合を進軍した。この援軍に力を得たイギリス軍は戦場を支配し、農場を確保することに功した。バーゴインは農場を占領したが600名近い犠牲を払い、その多くはハミルトンの中英部隊であった。兵士や武器の損失を補うことができないばかりでなく、バーゴインは戦闘の主導権も失っていた。大陸軍の損害は300名近い戦死傷者であった。イギリス軍とブラウンシュバイク兵は農場に防御陣地を作り、ハドソン川の最初に溶かした地点にも防御を施した。戦闘終了後、両軍は約2マイル離れて睨み合った。バーゴインの戦力は約6000名に減っており、物資や食料が不足していた。ゲイツはまだ約7000名の正規軍と、日々その数を増しつつある多くの民兵がいた。ゲイツはすぐに大陸会議とニューヨーク知事に戦況を報告した。戦場にいた指揮官や兵士たちはあまねくアーノルドに軍功があると見ていたが、ゲイツは自分以外の誰にも軍功はないと主張していた。アーノルドの抗議はラーニド、プア、モーガンたちへの軽視とみなしたことでさらに大声となった。アーノルドとゲイツの間の亀裂は深さを増し、ゲイツは次のベミス高地での戦いではアーノルドに気を取ることを禁じた。大陸軍は2つの戦いの間も増え続けた。バーゴインはベミス高地に陣取ってオールバニへの道を塞いでいる大陸軍の左翼を突こうと考えた。そこにはベンジャミン・リンカーン少将の師団がいた。この師団にはラーニド将軍とプア将軍の連隊、ディアボーン大佐の軽装不評大隊及びモーガン大佐のライフル狙撃兵がいた。師団の正規兵は約3800名。民兵を合わせると約5000名となっていた。ベミス高地の戦いは第二次サラトガの戦いとも呼ばれる。バーゴインの考えは3つの攻撃隊を使うことだった。フレーザー准将は大陸軍を横目に見て最左翼に回り、大砲を据えるに適した場所を確保することとした。森を抜けて進むことになるので、係争府表とカナダ民兵、森林警備隊さらに同盟インディアンを加えて、総勢約700名であった。リードセル少将のブラウンシュバイク部隊は、大陸軍左翼をつく支部であり、約1100名と砲兵が支援についた。一方、ウィリアム・フィリップ少将は、大陸軍左翼の右端を突き、大陸軍左翼とハドソン川を見下ろす、ベミス高地の主部隊とを切り離す役目だった。フィリップ隊は、ジョン・ダイク・アクランド少佐の敵団兵400名と、ウィリアムス配下の砲兵隊であった。リンカーン将軍の部隊は、ゲイツの陣地のある、ベミス高地から北西に広がっていた。最左翼すなわち西端は、モーガンとディアボーンの約600名の部隊がいた。中衛は、ラーニドの4個マサチューセッツ連隊と民兵で、約1800名であった。その部隊と、主部隊とを結ぶ位置には、プアの3個ニューハンプシャー連隊と2個ニューヨーク連隊で1400名強であった。ラーニドの後衛として、アブラハム・テンブローク准将の民兵1200名が控えた。2週間前の戦闘経験を参考にして、攻撃は10月7日の午後早くに始まった。これは必要ならば、バーゴインが野因に紛れて撤退できるからである。開戦の火蓋は、リンカーンの右翼に侵攻した敵団兵から切られた。プア隊は発砲を控えていた。地形的に銃撃が効果を与えにくかったからである。アクランド少佐が銃剣攻撃をかけてきたとき、ついに近距離で大陸軍の銃が火を吹き始めた。アクランドは両足を撃たれて倒れ、多くの敵団兵も続いて倒れた。この銃隊が崩壊したので、プア隊は指揮官を捕虜にするためと大砲を捕獲するために前進した。ここを逃れたイギリス兵は、フリーマン農場の陣地に戻った。西の端でもイギリス軍の形勢が悪かった。モーガン隊がカナダ兵とインディアンを一蹴し、フレーザーの正規兵と対していた。やや数的には劣勢ながら、モーガンはイギリス隊が西へ動こうとするのを阻止していた。一方、ゲイツの本部ではアーノルドが銃声を聞いて、神経質そうに歩き回っていた。アーノルドは指揮を外され、ゲイツは彼に会おうともしなかった。ついにアーノルドは馬に飛び乗り、銃声の方に駆け出した。ゲイツの反応は、アームストロング少佐を送って、アーノルドを呼び戻すとだったが、アームストロングは追いつけなかった。アーノルドは、戦線の西の係争府兵がいる地点に行った。フレーザーが事態を繰り返し励ましているのを見ると、モーガンに向かって、あの男は一個連隊の価値があると告げた。モーガンはフレーザーを狙い撃ちするよう命じ、狙撃手のティモシー・マーフィーが応じた。フレーザーが撃たれ瀕死の重傷となると、彼の部隊が崩壊した。アーノルドが次に向かったのは中衛であった。ラーニド隊は、ドイツ人傭兵の騎馬隊を向こうに回して苦戦しており、じりじりと後退していた。アーノルドがラーニド隊を励まし、ラーニドと共に反撃を指揮した。モーガン、ディアボーン、プアがそこに駆けつけてきたので、ドイツ人傭兵隊は開始地点まで戻らざるを得なくなった。ほぼ1時間の激しい戦闘の後、イギリス軍の全体が開始地点まで戻った。イギリス軍の前進を止めたことに満足せず、アーノルドはラーニドとその隊を最初の陣地攻撃に向かわせた。この時、アーノルドはカナダ侵攻作戦の時と同じ足を撃たれて倒れた。しかしラーニドの連隊は陣地を占領した。アーノルドは傷を受けて戦闘が難しくなっていたが、ジョン・パターソン准将の4個マサチューセッツ連隊のところへ行き、パターソンに攻撃を支援するように言った。しかし、ここでゲイツの命令が届き、アーノルドを戦場から排除した。夕闇が戦闘を終わらせ、バーゴインはそれ以上の敗北を免れた。バーゴイン軍はすでに戦力比が3対1になっていた。上に、フリーマン農場の戦いからの損害が1000名に達した。一方大陸軍は約500名の死傷者であった。バーゴインは有能な部下も何人かを失っていた。作戦は失敗し、前進も叶わなくなった。その夜、最前線に明かりを灯し、闇の中を引き返した。翌10月8日朝、バーゴインは9月16日に確保した陣地まで戻った。バーゴインの軍は戦力が弱まり、物資も少なくなった。大陸軍はさらにその数を増し続けていた。バーゴインはさらに8マイル撤退し、サラトガに着いた。サラトガの戦いの最終章に着いた。イギリス軍の対コンデロガ砦まで戻ろうという試みはゲーツ将軍の指揮する大陸軍に遮られた。イギリス軍は8月に溶かした地点でサラトガからハドソン川を渡ろうと試みたが、すでに包囲されており、兵の数でも負けていた。対コンデロガ砦まではまだ40マイルあり、物資が尽きかけているのに冬が近づいており、バーゴインに残された選択肢はなかった。バーゴインはサラトガにキャンプを張り、大陸軍と交渉を始めることに決めた。最初、ゲイツは無条件降伏を要求したが、イギリス軍将軍は即座に跳ねつけ戦って死ぬ道を選ぶと宣言した。ゲイツは妥協案に合意した。その案では、イギリス軍は降伏しないし、捕虜ともならない、二度と大陸で従軍しないという条件でボストンまで行軍し、イギリスに戻るというものだった。ゲイツは、バーゴインとこれ以上死闘を演じることは、代償が大きくなることに心を痛め、またサラトガで窮地に陥っている部隊を救うために、イギリス軍のヘンリー・クリントン将軍の増援部隊が、ニューヨークから向かっている知らせが心配であった。華々しい礼装に身を包み、バーゴイン将軍は10月17日にキャンプを出発し、ゲイツの礼時に祝福された。他の者は傷ついているか、捕虜の世話をする、士官夫人たちの手伝いをしていた。サラトガでは5791名が降伏した。リードセルの証言では、戦える者は4000名に満たなかったという。ドイツ人傭兵の場合、2431名が降伏し、ベニントンの戦いでの損失を含め10月6日まで1122名が死傷、捕虜、または不明となった。サラトガ方面作戦において、ドイツ人を含めたイギリス軍全体の損害は、捕虜や脱走を含めて9000名に達した。バーゴインの部隊は武装解除され18世紀の軍事的習慣に従って、イギリスに戻った後は二度と大陸での戦闘に従軍しないと誓わされた。しかし、大陸会議は、その協定書の批准を拒んだ。協定書は、ゲイツとバーゴインの間で、降伏の条件を定めたものであった。イギリスとドイツの士官たちは、最終的に捕虜となっていた大陸軍の士官と返されたが、協議の軍隊に入っていた者の多くは、戦争終結までニューイングランドとバージニア、ペンシルベニアの捕虜収容所に入れられていた。他にも大きな問題が起こった。ブラウンシュバイク公、カール一世は、捕虜となった兵が戻って、今後の徴兵を邪魔することを恐れ、兵の帰還を拒否した。ブラウンシュバイク兵はこのことをよく思わず、多くが脱走した。ブラウンシュバイク兵5723名のうち、1783年に戻ったのは3015名であり、多くはアメリカで開拓民となった。バーゴインはイギリスに英雄として戻った。彼はロンドン社交界の花形であった。イギリス軍が戦闘に敗れ捕虜となったという知らせは、アメリカの信頼性を高めた。特にフランスは、アメリカ独立戦争に対する支援に動いた。モーガンライフル隊と呼ばれる一隊が、毎年当時の服装で、モーガンの働いた戦場で行進する。ドイツ人傭兵の子孫も当時の服装と武器を持って、戦闘を再現してみせる。戦場跡にある長靴の記念碑はアーノルドが戦闘に足に傷を負ったことを記念するものである。アーノルドは後に大陸軍を裏切り、イギリス軍にウエストポイントを金で売ろうとした後、イギリス軍の将軍となった。記念碑に彫られている文字は大陸軍で光り輝いた兵士にとされているが、アーノルドの名前はない。歴史家でホフストラ大学のロバート・ソーベルは1973年に一本の釘が足りなくてを出版した。これはバーゴインがサラトガで勝っていたらというもう一つの歴史小説である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。